BSS SDGs プルトすげえオスだ。顔のそばに持ってきて人たちイエーイ。鳥取県南部町はアメリカザリガニが多く生息するザリガニ天国です。南部町在住の自然観察指導員桐原さんが外来種であるアメリカザリガニを駆除することを目的に始めたこのザリガニ釣り、子どもたちには楽しく学べる体験として人気なんです。あ、いた、入ってる、入ってた、でっか。アメリカザリガニ、今では全国各地の川や沼で見かけるようになりましたが、もともとは名前の通りアメリカミシシッピ川周辺原産の外来種です。今ではタガメなど希少な水辺の生き物の保全保護を目的に環境省が生息地域を広げないよう呼びかけています。南部町では2009年から続くアメリカザリガニの駆除ですが、釣って終わりではありません。あ、入れますよ、いいですか、はい、入ってます、入ってます、跳ねるの気をつけてね、跳ねたら熱いからね、はい、そう、ザリガニを食べるところまでがプログラムなんです。寄生虫などが死滅するように7分から10分塩茹でし、お好みの調味料をつけていただきます。ザリガニの味がなんか美味しい、エビに近いで、まエビよりも美味しい。じゃあ塩をつけていただきます。すごい、本当にこう旨味がギュッとですね、凝縮されていて、しかしこの人気の取り組みが続けられなくなるかもしれない事態となっているんです。アメリカザリガニが先日特定外来生物の指定に向けた検討が始まったと一部で報道されました。仮に特定外来生物に指定された場合、環境省の許可なく捕まえたり飼育したりすると罰金などの刑罰の対象となる可能性があるのです。現在桐原さんのもとには今飼っているザリガニをどうしたらいいのか問い合わせが増えているといいます。まだ環境省から正式な発表がない段階ですので、まずは今ある、今飼っていらっしゃるものを逃がさないようにちゃんと管理していただいて、ペットとして大事に育てていただければと思います。とにかく野外に逃がさないようにお願いしたいです。報道に驚いて放流してしまうと、その場所の生態系を壊してしまう可能性があります。環境省が今後ホームページなどで発信する正しい情報を確認してほしいとしています。私自身もザリガニ釣りとかザリガニを見るのもすごい大好きなので、このザリガニを通して生き物の楽しさだとか、あるいは問題とかっていうふうなのを考えるきっかけ作りになってくれればと思います。昭和の子どもたちにとって定番だった遊び、アメリカザリガニ釣り、平成令和と時代が移るとともに社会問題としてクローズアップされる今、夏休みの自由研究にするのもありかもしれません。